はい、皆さん、おはようございます。今回は何か言及させていただきたいかというとですね、昨日、12月17日、大阪市北区の繁華街のビル、これ、曽根崎市ですね、新地ということで、私、まあ、大阪に関してはかなり数、60回ぐらい行ったかな、5、60回行ってるんだけど、その中で、まあ、年末は久しぶりに大阪にね、行きます。で、その新地のところにあるビルで4階部分が燃えているということで119番通報があって27人が心肺停止、その中で24名の方が現在亡くなったということでね、痛ましい事件ということで、ご冥福を、ね、お祈りさせていただきたいと思います。断じて許すことができないですね。この4階部分には、まあ、いわゆる心療内科クリニックが入っていたということで、そこで61歳の患者が、まあ、放火、したというふうに、ね、今容疑で進められているわけだけど、こういった事件って結構多いですね。例えば京王線での、まあ、切りつけ、ね、液体撒いた事件もありますよね。で、そういったものとか、まあ、通り魔、まあ、いろんなものが、まあ、ここ最近多く起こっている中でね、まあ、今このご時世において多くの人々が、ストレスを抱えてね、それが爆発してしまってってあるのかなって感じはします。なので、ただそれに関してはね、自分自身が例えば悩んで人を見ず知らずの人をね、巻き添えにするっていうのはおかしな話だし、ね、まあ、この場合ってのは心療内科に通ってて、先生と何か問題があったのかなって感じもするんだけど、いずれにしてもこのような形で、まあ、巻き添えになって、24名の方が巻き添えになってね、心肺停止状態の方って、まだいらっしゃいますからね。断じてやっぱり許すことができないことなのかなって感じはします。こういう事件を思うとね、本当に非常に大変だなって感じはするしね、なぜ自分だけで死なないのかっていうふうに多くの方思ってるかなって感じはするんだけど、そこら辺のところ、まだ現在犯人は、今かなり、まあ、意識がない状態なのかな。で、今後どうなっていくのかなって感じはするんだけど、まあ、そう考えると、やっぱりこの精神科医ですね、心療内科の先生とかって非常に大変だなって思うんですよね。結局、まあ、精神を病んだ方々が結構いらっしゃってね、それで、まあ、通って、それで何かしら恨みを買ってしまうわけもあるわけだからね、ここのところもやっぱり考えると、非常に痛ましいっていうのはね、思うところです。で、こういうことを見るとね、やっぱり多くの方々がね、もう怖いですよね。ビルなんかもそうなんだけど、まあ、自分が学生の時、東京の新宿の歌舞伎町ね、ビルが2001年の9月に、まあ、放火になって40数名の方が亡くなった、それなんかもかなり私の記憶としてはね、まあ、20年前と思えないぐらい結構新しく感じるんだけど、そういったところを見ると、まあ、ビルとか入ってね、まあ、狭いビルとかあるじゃないですか。そういう時って結構気をつけかないといけない。まあ、1階部分だったらまだしも、上の方の階だったらね、避難経路、まあ、これはもちろんそれ以降ね、その翌年に2002年に消防法が改定されて、かなり、まあ、厳しくなってきたの事実。例えばドン・キホーテなんかもあんだけ、まあ、乱雑に置かれていて、あれも結構注意されたわけだけど、そういったところ、もし皆さんが何か火事があった場合ね、狭いビルとかでどこから逃げるとか、まあ、ホテルとかあるじゃないですか、避難経路とかをしっかりと確認しておくことが重要じゃないかなって感じがします。これはやはり地震なんかもそうなんですね。地震なんかも私は東日本大震災の被災地なんかも訪れてね、津波が大きな地震があって津波が来ること分かっていたら、奥に、ね、海岸から離れる離れる、そして高いところにあるのが危険回避、ということでね、重要なことであって、この火事に関しても同じく、例えば皆さんが初めて泊まるようなホテルとかね、ビル、高層のところであれば、どういうふうに避難経路はどこなのか、火事が起こったらどういうふうに逃げたらいいのかってしっかりと考えていくかなって感じがします。行くべきかなって感じがします。ビルに関しては、そんなに大きなビルじゃない、広いビルではないので、まあ、いろいろ大変だったなって感じがするんだけどね、とにかくね、いたたましいなって感じはします。このような、事件、まあ、起こらないでほしいなと思うんだけどね。まあ、とにかくこの世の中っていうのは、いろんなストレスを抱えている方いらっしゃる、自分自身もまあストレス感じることもありますけど、まずストレス発散っていうのは重要だし、やっぱり悩みがある人は私は極力悩みを聞いてあげてるんですね。まあ、本人の悩みということで、それに的確な助言を与えている。まあ、やっぱり聞くってことは重要であって、そういったところもやっぱり他者へ対してのね、まあ、優しさっていうのも私は必要じゃないかなって感じがします。義理と人情を重んじている自分ですけど、義理を重んじて、人情ということで情を持って、そいつに接していますけどね、困った人が助けるようにしていますけど、そういった精神っていうのはやっぱり、この日本においても薄情な人も増えてね、義理が薄れてる感じもしますけどね、そういったところを再び日本人としてね、
多くの方々が持っていただきたいかなって思うところです。ということで今回は朝からね、昨日の大阪での、放火事件24名の方が亡くなったということで、言及させていただきました。